神奈川県足柄郡に位置する丹沢湖。大橋ジム所属の A 級ボクサーがこぞって合宿に訪れ、ラントレーニングの名所としても知られる。スパーリング審査直前の合宿ですけど、これ、美宇さんの期待の選手誰ですか？私、合宿は絶対あの野球部。絶対走れるからついていけると思う。ね、合宿最初のメニュー、1000メートル走がスタートした。全然遅いよ、遅い、マジで。それまあ本当ごめん、これジョグやろ、もっと来いよ、来いよ、負けんなって、マジで、まあ、来ないね、中島いいよ、1番で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 、1メートル18秒で走んなきゃいけないですからね。沖縄さん遅いよ、遅いよ、行けって。続いて彼らに課される練習メニューは、高低差76メートル、全長1キロを蛇行しながら駆け上がる、通称 S レーン。さらに、それバランタン1回だけ教えてほしい。1回だけ。元日本チャンピオンと競わせ、4人に自信をつけさせたいというジャスティス。まあでもこれチャンピオンとして、負けたくないでしょうね。でもね、これやっぱ野球部。いや、でもやっぱ勝負するんだよ。本当だ。序盤は会長に中島と競り合うバレンタイン。しかし1年間のブランクからか、徐々に差を開けられ出す。頑張れ、ラストバット。中島が S レーンでも再び首位を独走。すごい。3秒。松本が課したメニューは、大橋ジム直伝30分のサンドバッグ打ち。はい、一発強くぞ、よーい、タイム、おまけおまけ、それでいくから、連打しない、一発ドンドン。取り返そうっていうのは全然ありました。負けねえぞみたいなところ。いや、もちろん全然ありました。全部ああいうジムの方がきついです、正直。慣れてないんで、やっぱりそれどころじゃなかったですね。もうとにかく自分の限界でこう本気になる。早く場面ゴー。はい、オッケー、落としてさらにラントレでは最下位に沈んだ山口は、弱い。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、そう、それ倒せ、人だよ、ガード上げろ。午後はバレンさんが付きっきりでやってくれて、結構出せたと思います。みんな強いから、だからみんなに負けたくない、そして問題児小川は、右こばしないんで、知らない、軽くでいいですか。はい、背負うぞ、やりたい。あれで松本さんが、いや、そんなんいいからみたいな、やれよみたいな言って、あ、もうやるしかねえなと思って、はい、もう吹っ切れました、その言葉で。疲れちゃったんじゃないですか。軽くでいい。その前になんかボソボソって言ったけど、何だったんだろう。4者4用にサンドバッグに思いをぶつけ、ジムワークは全てを出し尽くした濃密な30分となった。光 TV 独占ボクサーズロード。